はい、どうも、平さんです。プロスミ2019、実況を始めていきたいと思います。12年目、7月31日からやっていきたいと思います。まあ、前回のおさらいなんですが、まあ、ドラフト1位の選手はそこまですごい選手じゃなかったかなと思います。松下ですね。まあ、ここは時間かかりそうなんで、ゆっくり育てていきたいかなと思います。で、自由契約で、筒香選手と秋山選手を獲得しました。まあ、この二人がいいコーチになってくれればいいんですが、と思いつつ、今年はやっていきたいと思います。はい、ではもう早速進めてきちゃ、いっちゃいましょうか。はい。いやー、昨日なんですけど、昨日？まあ、往路しかまだ見てないんですけど、箱根駅伝見てて、すごいですね。なんかあれなんかそんな靴の影響みたいなのよく言ってますけど、そんなに変わるんですかね、靴って。すごいですよね。区間新祭りみたいなの起きてたんで、あれはすごいなと思いましたね。はい。では、まあ、練習設定でございます。まあ、脱三振とか覚えましょうか。久保。若いのに結構強いんじゃないですかね、久保。球持ち行きましょう。堀。中継ぎ。速球派。まあいいか。このはまだ上がり。まだ上がんの？まだ上がる。岡崎選手が何か覚えた。チャンスメーカーかな。チャンスメーカーを覚えたのかな。固め打ちにしましょうかね。じゃあ高柳。難しいな。もう三上全盛期になっちゃったか。したらもう限界突破しないんで、北浦にしてしまおうかな。三上のところ悩みますね。ちょっと悩みますね。もう400いってるしな。25やしな。まだの能力を増やしていきたいなとは思うんですが、チャンスをあげようかな。3番系にしようかな、北浦は。チャンスメイク取りましょう。そしたら、北浦もサードに入ってんのか。三上外してるのか。これでいいかなと思うんですけどね。で、秋山選手、秋山選手が3番に入っている。まあまあ、それはいいか。中川が怪我の間って感じですね。ちょっとだけ進めて、秋山じゃない、中川選手がいる状態で、ちょっとサイド、みたいかなと。帰ってきたら、もう三上が抜けてるんか。そしたらもう文句なしでこのオーダーになるかなと思います。ミートエスがいっぱい。いや、強いな。ギボ選手やばいっすね。ここまでいったらもう総力上げようかなって感じですよね。白石やばいな。ここまで来たら白石が一番の方がいいか。どっちかって守備寄りですもんね、岡崎選手。一番っぽいですよね、こっちの。二
25ですからね、まだまだこれから塁に出る機会がもっと多くなれば、もっと盗塁もしてくれるんじゃないかと思っています。まあ、選球眼もそこそこいいと。いや、いいな、これいいですね。この1、2番、岩井もミートが上がってきて、まあ年がねちょっとあれなんですけど、広川くその悪いの、まあまあいいんじゃないかと思います。中川選手がライト、もういいや、これコピーには絶対早い。これでいきましょう。いいでしょう。はい、ということで進めていきたいと思います。いや、座ってきたな。500もう夢じゃなくなってきましたね。まあ、義母選手だったり、義母選手とかは100台やったんじゃないかな、最初。そこからここまで浜田。うん、浜田強いな、なんだかんだ。逃げ玉は必要です。一発がつくんで。平井選手は、お、400ホールド目前。牽制とかでいいかな。逃げ玉、対左。ここからまだ若いんで、対左にしましょうかね。背を、クイック。悪いけど、まあ、ピンチが上がりやすいから、ピンチにしましょう。このままだ上がりそうやな。ここまで来たらもう走力の方がいいかな。下はガン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 打撃を上げましょう。30歳230本、30本ってなんか言い方悪いな。宮本はここまで来たらアベレージヒッターとか取りたいかなと思います。特殊能力上がりやすいタイプなんで、ここから特殊能力お化けにしていきたいと思います。はい。あとは宮では俊足コーダー、なんかあんまり上がってない気がするけど、白石もめっちゃ上がるんだよね。まだ相良やばいな。相良やばいっすね。相良ちゃんか、相原なのか。ここまで来たらそんなにいらんのちゃん。ミートあげましょうか。タイプ変えれたらいいんですけどね、相原。早熟もちょっと痛いなぁ。いいわな。C ぐらいまでいけばな。使いやすいというか、使えるんですが。まあ、最後までいっちゃいましょうか。ドラフトもあんまりいい選手いないんでね。最近、ちょっと厳しめですよね。もう弱いところから育成していこうみたいなペナントに。できてるんで。村上選手が FA。 うわ、榊原 FA。 嫌やな、出ていってほしくないな。結構好きな選手なんで出ていってほしくないですね。引き止めたいけど、そんなにお金に余裕もないと。今井は
まあ、緊急動画は必要かな。大津。特殊能力が伸びやすい。牽制取りましょうか。あと、ハットン。二人です。ちょっと悪いんで取りましょう。宮本上がりやすいな。500コースなんでね、宮本も。吉田選手が、何してたんやったっけ。まあ、代打取りましょうか。もうちょっとね、年齢がね、吉田選手がもうこの年齢なんだなという、悲しさが、衰退してるんですけど、この成績と。えぐいですね。はい、えぐいです。では、成績確認をしていきたいなと思います。では、タイトル。小野寺が沢村賞取ってる。ついに来ましたね。三冠王志田。やっとここまで来た志田が。素晴らしいですね。沢村賞と三冠王が生まれましたね。あ、最短の取られたか。取るよは白石。で、最高出塁率も志田と。最多勝が小野寺。防御率は山本。勝率1も山本。奪三振が取れないですね。どうしたら奪三振で増えるんやろ。投球回増やすしかないんじゃない。最多セーブ中継ぎは結構きついですね、やっぱり。ピッチャーがいいんだよね、先発が。で、ベスト9です。外野全部取りましたね。ファースト、セカンド。ショートがやっぱり、あんまり打たないんか、打たないで取れないと。サードも、北浦になるはずなんで、これからは、取れるんじゃないかなと思います。で、ゴールデングラブですね。うわ、昔外した郷原が急に出てきましたね。実は打ちたかったな。はい、じゃあちょっと見ていきましょうか。吉信投手。1.74、あれ。小野寺もいるし、誰がいなくなった？あ、榊原か。じゃあいいか。17勝2敗ってんな、4。16勝7敗 3.59。ちょっと負けてますね。小野寺19勝4敗ってん85。うん、これはすごいな。野村投手10勝して200勝に到達しましたね。浜田15勝3敗と。感性もすごいし、平井もなんとか。うわ、あと1ホールド。でもイネロ選手も27セーブと。すごいんですけど、セーブ数やっぱりうちのチームじゃ稼げないなと。で、白石が273の47盗塁と。規模274の42盗塁。都合選手がこんなとこに。中川選手が外れている。どうして？中川選手が、3割打ってますね。吉田選手は21本、316と。打率がすごいですね、やっぱり。どういう、何したらこんなに打率良くなるのかな。志田もこれで328。調子とかあるんですかね。存在感が効いてんのかな。存在感やっぱいいんですかね。存在感取っていこうか。宮本には存在感とかしましょう。すぐに。アベレージ取ったら、はい。で、北浦が、お、352。北浦すごいな。北浦にも存在感取らしましょう。宮本が281と。岩山209。ミート B なんやけどなぁ。岡崎が248と。
打率が上がらないんでね、ミートが上がるのに仕方ないかなと思います。はい、はい、では契約更改なんですけど、まあ見ていきたいと思いますので、またカットすると思います。はい、というわけで、決めてきました。で、山崎福也選手が引退で、筒香選手を打撃コーチにしたいと思います。やっとトップ指導がつきます。で、存在感もつくので、まあつきやすいかなと、覚えやすくなるのでいいかなと思います。で、秋山選手を守備走塁コーチにしたいと思います。ただ不安なのが攻守タイプなのは、守備走塁コーチ1だったかなっていう、ちょっと不安を抱えながら、ちゃんと見とけばよかったなと思うんですが、まあこれでいきたいなと思います。はい、うん。で、まあちょっと全然今回は自由契約にしてないんですけど、まあ60人になるのでいいかなと思います。はい、では進みましょう。お、若月選手引退、藤浪選手も引退、菊池も引退、清宮選手早い引退、31歳で引退か。楽天松井勇気、松井勇気選手も引退ですか、早っ。早熟だったんですかね。監督になった35歳で、どうだったかな、間違えた、合ってた、よかったよかったよかったですね。田中健介選手がいい感じになってきたんで、まあ、全然いいんじゃないかなと。反対っぽいですけどね、攻守タイプで盗塁走塁、俊足タイプで守備職人パッと見反対っぽいけど、投手コーチはもうすぐ則本選手がもうすぐなるんじゃないかと思うので、まだいいですかね。はい、ということでコーチは結構良くなりましたので、ここからまた進めていきたいなと思います。では、ドラフトですね。いやー、ドラフトどうかな。お、いいぞ、ここに行きましょう。水谷、うわ、千田やばい、これへか、こっちか。まあ、ここが最初で多分一番良かったと思うんですけど、一個赤くなって見れないんか。違う、うん、今んとこかな。大学生も良かったけど、こんだけ集まってるってことはいいってことですよね、きっと。うん、こっちもいいんですよ、余るんじゃないかな、みんなこっちに行くから。300は、300とかになるかな。いや、いいでしょ、行きましょう、絶対集まるやん。え、うわ、でも2球団か、外したくなくなったな。外してもいいかなと最悪思ってたんですけど、これ外したくないな。頼むぞ、そろそろ。なんかちょっとおかしくないですかゴミクイ大吉だったんですけどね。で、今年はいいのかなと思ってたんですけど、あんまり良くないんかな。よし、取れましたね。取られへん、これ厳しいですね、かなり。まあでもドラ2からはもう育成なんで、野中は取りたい。
の中は撮りたいけどどうしましょうかと。掛け糸ってを取っての中を取りましょう。まあ、貝塚取っときましょうか。高卒。ドラフトの負けが止まらないですね。前澤パワー型か。平井スピード型。まあ、高校生やったら取ってでもいいかな。三上的な、枠になれば、いいかなと。もうこれぐらいでいいんじゃないかな。って感じですね。これぐらいでいいかな。下島、パワー型しなきゃ、キャッチャーのパワー型は、いらないかな。これでいきましょう。いやー、強い選手だったんやけど、どこで取られた？日ハム？日ハムやな。日ハムの取られた選手見ましょうか。なんだっけ、名前。一軍やろ。千田、うわ、350ある。強いな。157キロ。いや、強いな。いや、これは強かったな。このちょっと密かに見てた選手も取られてますからね、ここに。帯。強いですね。お二人が多分強くなるのは日ハムと思います。はい。でですね、スタッフを今変えたんでミートが上がりにくくなっちゃったんですよね。筒香コーチがスラッガータイプでパワーを上げるタイプなんですよね。なんでミート上がりにくくなってこれからどうなるかというところでございます。ではまあ、ドラ1水谷。まあまあいいですね。296の大卒投手。速球派か。でも球速はもう上がらないと。中継ぎやから、まあ球速安定が低いんだったら、球速安定は取りましょう。で、貝塚は、四球一発は良くない。で、前澤。ZOZO タウン、前澤。ZOZO 前澤ですね。まあ、最初は、打撃を上げときましょう。で、野中は、俊足高打。まあ、ミートから上げましょうかね。ミート型し、ミートから上げましょう。打撃型、ミート型がこれから厳しい時代になります。まあでもトップ指導の選手たちはいいんじゃないかと思うので、これからまあトップ指導まで来れば、トップ指導の350ラインまで来れば上がりやすくはなります。ピタロはチャンスメーカーがまだ上がらないといけなくて、宮本アベレージヒッターもちょっと、高柳はもういいかな。打撃かな。両選手はまあいいでしょう。シダーの打撃パワーが上がりやすくなったんで、99までは行くんじゃないかなと思います。全然上がんねえな。
すぐにあれするわけじゃないから、そのミート上がりにくくなったのか。まあいいか。まあ、筒子コーチ時代が長く続くかどうかもわからないんで、今のうちパワーをガンガン上げときましょう。うん、これでいいやろ。岩山を対左にシフトしましょう。まあ、こんな感じですかね。はい。はい、というわけで、今回はこれぐらいにしたいと思います。まあ、コーチ、新しく、秋山コーチと、筒子コーチが就任しまして、育てやすくなったかなと思いますので、まあ、育成がはかどりますので、500目指してやっていきたいと思います。まあ、やっぱりドラフトは負けてしまいましたが、これからもめげずに、スター選手を引いていきたいなと思います。はい。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ありがとうございました。